ヴィッセル神戸、徳重健太。もっとこうしたら良くなるんじゃないかって、なんかそこからは目を背けたくないな。的確な指示、チーム最後の砦、徳重健太のルーツ。やっぱ常にこう自分には厳しくありたいなっていうのが、昔からあるので、それはもうずっと残ってるかなっていうふうに思います。高校時代5度の全国制覇、日の丸も背負った、輝かしいサッカー人生を歩んできた。そんな時だった。全国とっても勝って兜の大締めろってもうすっごい先生に言われてて、現状に満足せず努力を続けることを気づかされた。やっぱそれってもう勝負の世界で生きていく上でやっぱすごい、スポーツに限らずいろんな意味でもそうかもしれないですけど、ここまでリーグ戦出場はゼロ。それでもあの言葉を胸に準備をする。来たるべき時のために。普段の練習でももっとこうしたら良くなるんじゃないかって思うことがいっぱいあって、なんかそこからは目を背けたくないなってずっと思ってるのはありますね。徳重健太が伝えたいこと。僕はもう子供の時から本当サッカーのセンスがあるとかそういうタイプじゃなくて、挫折っていうのはいっぱいあるんですけど、だからそこから逃げずに何か自分の時間を削ってでもサッカーに取り組んできた、練習に取り組んできたっていうのは自信を持ってあるので、サッカーと向き合う時間っていうのをたくさん作ってほしいなっていうふうに思います。次回のフットニスタはセレッソ柿谷陽一郎のルーツに迫る。